よし、今日は僕らの母校に独立を報告しに行きます。じゃあ向かおう。着いた。どういうこと？着いたで。着いたな。我が母校着いた。南海福祉専門学校。今名前ちゃうねんな。南海看護福祉専門学校かな。看護専門学校な。着きましたよ。さあ、着いたで。先生いてるかな。ここは普通撮影許可って。おったけど。簡単に失礼します。普通の口を。いてない。え？いてない。誰が手に用です。1位先生いてないかな。いないね。あ、校長室。校長室。いなさそう。ちょっとあれしよう、見学しよう。とりあえず事務所行こう。懐かしいな。沐浴実習室って使ったことないけどな。使ったことない。うん、子供がいてるからできんけど、保育園も併設しております。ロッカールーム懐かしい。ロッカールーム懐かしい。ロッカーない。ロッカーないで。え、あれ、ロッカーあったのにな。さあ、じゃあ次どこ行こっかな。いや、さあピアノ。ピアノや、ピアノ。そうそう、ここに部屋1個に1つピアノが何台あるねんっていうぐらいあるからな。いっぱい練習できんねんな。懐かしい。まだ残ってる。懐かしい、まだ残ってる。俺は休んだ日、鍵穴先生は休んでたけど、俺と同じクラスの子で作った絵まだ飾られてました。こんなふざけたこと書いてみんな。それぞれ個性が強かったから、個性強い人とかはがっつり使ってたな。面白いな。この腕前を披露しよう。失礼します。あー、取るな。誰かなと思った。どうぞどうぞ。失礼します。一位先生探してたの。あ、そうですか。一位先生探してたの。どうぞどうぞ。ちょ、先生報告あるの。報告。どうした。え、あの独立することになったんや。え、一人。